ヘアニングは、デンマークの中央ユラン地域に位置する都市。ヘアニング市の行政の中心である。人口は5332人で、長林、スナイビエア、ン白、ハンベルム、ギエレルプなどの郊外を含めて、国内11位の都市圏を形成する。ヘアニングは、荒野開拓時代の1800年代初頭に建設された。この時代は、人口が増加し、 地域の振興農家に製品やサービスを届ける必要が生じた。ヘアニングはこうした需要に応える地域の商業の中心地として成立した。後に繊維織物業が成長し、一時期は基幹産業となったが、今日は多様な産業基盤を持っている。1913年には市場長となった。1965年と2003年の2度、 デンマークの都市オブザイヤー賞を受賞している。スカンジナビア最大の展示場であるメスセセンターヘアニングでは多くの見本市が開かれる。主な観光名所にカール・ヘニング・ペデルセンおよびエルセアルフェルト美術館がある。この近くには彫刻家イングバール・クロンハンマルのユニークな作品エリアが置かれている。市内には建築家 ヨーン・ウツソンが設計した建物が3軒ある。このうち1軒が、こういう、2軒が私有である。旧ヘアニングスホールム屋敷は、観光客に開放されている。市街の南25キロには、クラスセンス堀屋敷がある。ホテルと教育施設として利用されているため、一般公開はされていないものの、園内は散策することができる。春には、ツ,ツジが咲き誇ることで有名である。 デンマークのアイスホッケートップリーグ、オドセットリーグンに所属するヘアニングブルーホックスと、デンマークスーペルリーガの FC ミッティランの本拠地である。後者は、ヘアニングフレマズとイカスト FS が合流して発足した。ヘアニングはサイクリングも盛んで、毎年 GP エアニングという自転車レースが開かれる。ジロでイタリア2012では、スタート地点になった。 デンマーク人唯一のツールドフランス優勝者、ビャルヌリースの出身地でもあるが、彼は優勝から14年後に違法薬物の使用を告白した。ヘアニングは、ユトランド中部における道路と鉄道の中継地である。鉄道は、バイレ、オーフス、エスビャウ、ホルステブローなどの半島部だけでなく、コッペンハーゲンにも1日に、スービンが出ている。国道は、南東部から、 北西部に、ユトランド半島を縦断する18号線、東部のオーフスから、西部の臨境便に至る15号線、南西部のエスヴアウト、北東部のビボーを結ぶ12号線が通る。市外の北東25キロに位置するカーロプ空港から、コッペンハーゲン国際空港などを発着する便が出ている。国際線も若干就航している。ありがとうございます。